君何？あ、僕はそのお隣さんです。過去は変えられないけど、それを知ることで俺たちは変われる。それが来世でうまくやるコツか。生まれて死んで、死んでが生まれて、いつまで続くんだ。人生は貸し借りの連続なんだ。だったら借りを返してくださいよ。今度はあんたの番だろ。なんで俺の前にまた現れたんだよ。